んにちは、国際魅力学会のマダム美智子でございます。今日もまた9の9は丸いってこともありますし、急なってこともありますので、今日も、白学と、ベンズ爽やかな秋月座長にまた楽しいお話よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然ベンズ爽やかじゃないんですけどまあ、あのクエスチョンという意味もありますよね。で、そうですね、あの前回もね、ちょっとトランプさんの話題、でもこれからしばらく続くと思うんですけど、ちょっと寂しいなと思うのは、ちょっとトランプさんのおかげで小池さんが損してるかなという。あのなんていうんですか、広報的にちょっと目立たなくなってる、これがやっぱりマスコミのですね、何を放送したらいいかというと食いつきで、随分扱いでやっぱり変わってくるんだなというのが、感じますね。だから、マスコミ、これメディアとしてのですね、やっぱりあの捉え方はいろんなものがあると思います。だから当然、まあ、トランプさんのお話をしながら我々は、豊洲だとかやっぱりいろんな、ね、とのね、問題もあります。だからそれをもとにした国の問題、いろんなことも忘れないようにしながら、地方の問題もありますよね、焦燥性でいろいろなことあります。そういうことも忘れないようにしながら、いろんな形で飛びながら多方面行ってもこれは飛ぶのが、いろいろ作っていかなきゃいけないのかなという気がするんですね。だからあのポンと飛びますよね。ちょうど、まあ、このスタジオスタッフの方からね、いやトランプさんはあのプロレスに出てました、ね、そうなんですってね、WWE というか最大の団体でプロレスに出たと、ね、でしかもそのプロレスで勝ったってお話も聞いてね、で座長もプロレス詳しいというか、お好きというか、いや、あの好きなだけです。女子プロの方でしょうか。いやあの男子も女子も好きですよ。へー、そうですか。なんでしょうね、あの、人間には情動反応っていうのがあるんですけども、例えば泣いたり叫んだり、喚いたり、それを例えば何か自分の思い通りいかなくても、まあ、子供みたいにわーっとこうや発散し泣いちゃった、発散しちゃったらさっぱりしちゃうとか、泣いたら発散しちゃうとか、思いっきり 笑っちゃったら、ね、嫌なことが忘れるって、まあ、これはちょっとあのまた別の機会にやるんですが、感情と身体感覚とのバランスという、ちょっと今度医療の分野でもなった時にまたお話ししますけども、そういう意味でそういう人間にはそういう性格なんです。あとは欲望の転換、例えば、まあ、マダムの例にしちゃいけないから、まあ、このとこいいなと思って声かけたらダメだった。いやでもこっちにいいよとこ言ったら、これで声かけられる方ですから、うん、そうですかじゃ あの例えば、マダム誰かが声かけたマダムに振られた、じゃ あ, あの、こっちのこっちに、まあ、この人でもいいやっつって、まあ、そういう何て言うんですかね、欲望を変えていく。だけどそれはまあ一つの例なんですけど、例えばでも女性に振られたけど一生懸命ボクシングをやることによってとか、あるいは野球に打ち込むとか、あるいは一生懸命走るとか、違うものに欲望って転化できるんですよ。そういうことがあるので、その中でね、あのプロレスとかは何でしょう、こう普段あのその中に入り込むことによって、何ですかね、こう自分の人間誰しも実は虫を取ったり物を追いかけたり闘争本能ってあるんですね。やっぱり物を取らなきゃいけない狩猟の時からの問題だから、釣りなんかやってるとワクワクします。で、釣りも、ま、あの待つ静かな、その釣り竿を置いて待つ釣りもいいんですけども、うん、このポイントにいるから流してみよう、流してみた、いなかった、お負け、また次のポイント行こうっていう、まああの投げ釣りだとかですね、投げ釣りのキスとか、渓流釣りとか、そういう町ではなくてどん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 アグレッシブに攻めていく釣りもあるんですね。そうすると一種の狩りと一緒です、狩猟と一緒です。そういうものが、人間はやっぱりこう持ってるんですね。で、僕も当然そういう大人しんでる闘争本能みたいなものはいい意味でのですね、あるんですね。それから、狩猟本能みたいなもの、でそういう中で、プロレスとか見ると、僕の代わりにですね、人の体験を自分殴られて痛いなと思って、うんと思ったり、力入れてうんと力入っちゃうんですが、そういうことによって、自分の心が軽くなったり浄化されたり、それから結構いろいろ考えて人が断ち切ってもらえるんですね。だから僕はプロレスはですね、あの男子のプロレスも、男なのに女性のプロレスを見てても、そういうことが可能なので、でそれぞれ違いがあります。
あのいるのは例えばヘビーとジュニアって言われジュニアだって我々は相当大きい人が飛んだり跳ねたりしてるんですが、それから女性のプロレス、それぞれはそれを自分の好みの中で一番好きな感情移入しやすいように移入していくというと、やっぱりそこはですね、心がやっぱりあの、なんでしょうね、こうストレスとか、それからコンフリクトとか、まあ、いろいろ葛藤してたりフラストレーションとそういうものを吹っ飛ばしてくれる、軽くなれる、それを、これが好きなんです、うん、だからそれをトランプさんが昔やってたっていう ねびっくりしちゃいますね。いやだからトランプさんってそういうプロレスもね出てたり勝ったらしいじゃないですか、すごいですよね、うん、であの映画にも出て ね映画にも出てるし、それから映画のモデルにもなってます ねバックスリーやっぱり目立ちたい人なんですね。そういやだからマスコミを好きなんでしょ、うん、だからその好きだから今回の、ね、うまいんでしょ、うまいですね、逆にあの扱うの、うんうん、小池さんとね僕はあのそういう意味ではマスコミの使い方がうまいってところで非常に似てると思いましたけどね、あのその似てる同じだなと、そのマスコミの使い方を利用するっていう点は、うん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 、だから、ヒラリーさんってすごいお金集めて、ね、すごい宣伝をして、でもそんなにお金を使わないで爆弾発言だけでここまで、まあ、だから、うん、そういう意味では発言をあれがプロレス的なそうです、ね、やり方だったのかもしれない、極端にして注目を引いてますから、うん、この後やはり少し、静かになる、あまりにもちょっとど素人すぎて、うん、もうちょっと普通の人だって配慮するけど、うん、配慮しなくていいくらい、まあ、お金も成功もしてたんだと思うんですけど、ここでやっぱり少し責任の重さを感じて少し僕は変わってくれることを期待してます、はいはい、でどうしてかというと例えば、おまわりさん、はい、看護婦さん、こういう話前もしたことあると思うんですが、あるいは、例えばおまわりさんだったり、それから白衣お医者さんだったりする、そうするとね人間というのは普通何かやるときに僕は、まあ、僕はもしお巡りさんの制服を着てお巡りさんだったとしたら、警官だったとしたら、自分の個性プラス自分の理想像のお巡りさんになろうと制服を着たったに思うんですね、制服によってね、よってね、うん、僕はどっちかというと服装でこう変わる方ではあるんだけど、あのアウトドア行けばアウトドアモードで急にそうなるっていうのはあるんですけど、はい、例えば、今度は白衣を着たらそれなりにやっぱり、らしく医者らしく自分の医者としての理想像になろうとするかもしれません。だけど手術で現場で手や足を4本フルに使ってやってる方なんかは白衣でも違うタイプでね、動きやすいものを着てらっしゃって、その自分の理想像とそういうものって組み合わせてくるから、今度は大統領という衣を着たわけですから、はい、そうすると彼の理想像と大統領という責任の中の新しい人格が人間というのは生まれてくるんですね。そこに僕は期待をしたい、本当です ね、 ですね、これはあの僕の感じていることなんです。だからあの根本は変わらないんですけど、自分から制限をするとかやりたいことやれないじゃなくて、大統領としての俺はどうかなと思った時に、自らその大統領としての理想像に近づいた時にちょっと前とは違う発言になってきたり、そうなってくれるんじゃないかな、まあ、多少今ね少しずつそんな風な傾向があるよって言われ始めてますね、今は前からおさらいてるけども、それが自分のものになるんですね、人間っていうのはやっぱりあのその環境になれるっていうのは非常に強いもんですから、あの全くトランプさんとは違いますけど、私たち女性としてね、女性のリーダーが日本では政治家としてのリーダー少ないっていうんで、まあ、パクさんも好きでも嫌いでもないけど、あ女性のリーダーの一人だなと思ったら、この凋落がまだショックでございましたね。そう、なんかあの僕のイメージとしては花のない人だな、まあそれは言えますね、カリスマ性もないな、うーん、だからあの多分ちょっと日本のような政治の仕組みの中では、絶対こういう政治家は出てこないな、まあ、一種の同情票みたいなもので入ったようなところがありますよね、あの方が、まあ、世襲ではないですけどね、まあ、そういうものもあると思うん でただ逆にあのもしかしたらよく考えればですね、真面目な方で、自分の親戚ともね、関わらないで、歴代の大統領もみんな親戚が利権を持って悪いことをしてるから、そうしちゃったらそうではなくて、やっぱり、心の隙間にですね、
そういうむしろこう全然違う人が入ってきた、なんか取り込まれてっちゃって、それが拡大していった、こうもう止められなかったって分かっていても多分止められなかったのかなっていう。人間っていうのはですね、あの信じると楽なんですね。まあそうですね。例えば、まあこれクリスマスツリーですけど、はい、いやここに真実があるよと、うん、やっぱりこれを信じて、これを持っていれば、うん、とにかくあの安心なんだよっていうのをもし信じてたら、これが短ければもう心も安心で言ったりしてられるじゃないですか。あ、そういえば話が飛びますが、ね、うん、結婚詐欺師の男がどんなにいろんな女がいても、うん、本当に愛してるのは君だよって言われたって全員の女が言うと、5人騙してたとすればそれですね。そう、僕をそうそうそう、お前だからだよって言ったら、信じるってことが大事で、例えばあのまあ次元の捉え方とか、あの宇宙の捉え方いろいろあるかもしれません。精神世界の捉え方もいろいろあるかもしれません。神様まあいると信じた場合、あるいはそうじゃないもの、例えば万物が全部神という考え方もありますよね。あのまあ日本の古来の考え方で。例えばこれが真実です、でもこの真実を迷うことなく信じてしまったら楽なんですよ。だけどイワシの頭は信じるから、でそれとても大事なんです、信じることも、だけど逆にもうちょっと人間が大統領ぐらいになる人だったら強くなってもらって、迷う間が合うと人間は成長して、迷った結果そこに行き着くと、僕はあの本当に素晴らしい信心深いいい人ができると、あの宗教観、僕の宗教観の中で信じてる。だけど、確かに、信じさせる方から言うと、子供の頃からこれが一番だよと教えて、これに従わせれば、まあ、北朝鮮がそうですけども、そうするとやりやすいですよね。子供の自爆をさせるっていうのもそうですね。まあそうですね、どちらあのもう完全にこうですよと、子供の頃からそれしか見せない、これが一番おいしいで、それを信じているから他のもの食べませんよね。だけど、いやリンゴは7つあったら7つかじってみなければわからないよね、どれがおいしいか迷う、2つしか食べられません、あと5つ食べられなかったら損したかなと思うんだけど、実際はその損した感とかもその人を成長させるから、迷うことも成長させるので、あるいは慣れてくるとですね、迷うことも楽しみになってくるんです。その中からいいものを見つけてくるものが、でその到達を得てから、これがやっぱり私の信じるところだなって、僕はね宗教ってある程度年いってから入ったらとても幸せなんじゃないかなと思うんです。だから子供の頃からやってしまうと他のリンゴの味をわからない、一つだけ食べて終わってしまうような気がして、まあこれは僕のちょっと宗教が話してるんですけども、まあそういう意味であの方はもしかしたら、そういう意味ではいろんなリンゴを食べてなくて、そのお父様の代からの一つのリンゴだけ食べて、洗脳、結果的にですね、それに近いことが起こ、洗脳とかにもそれを信じてしまっているということが起こってきたんではないかなという気もするんですね。このなんていうか21世紀っていうのにはまあね、いろんなことありましたし、これからもあるでしょうけど、変動期です。これだけね、変動期です。あの、まあ、確かに小池さんは霞んじゃったけど、やっぱりトランプさんは世界的なものだし、韓国っていうのもいろんな問題を、いろんな国が抱えてる問題をそのまま抱えてるような、なんか地球規模の変動期ですかね。お天気もそうですし、まあ、ちょっとね僕ね他の国いろいろあるんですね、今度話題でやりますけども、でちょっと構図が違うんです。例えば ある王族の家系からのと か韓国の場合はちょっと世界的に見て今回特殊だと思います。特殊ですかね。とあの今回の形は本当に特殊だと思います。本当に特殊だと思います。ただ腐敗っていう言葉でまとめると、いろんな国に腐敗はありますありますからね、そういう中では一つなんですけども、本当に、国レベルで起こるというのはちょっと驚きました。驚きましたね。まあ、あの韓国のやっぱりあの法律のあり方、大統領は確かにそういうなかなかあれなんですけど、それがまた政党がですね、1年半の間だったらそのままさしといた方がいいや、で例えば権限譲りますなんて、も本来は役目が全部決まってるのに、大統領の名前だけで残して他の人がやれてしまうようなちょっと形、これもだから本当特殊な、僕は
国で特殊な法律で特殊なことだったんじゃないかなと思います。これが日本には起こると起こらないと。まあ、本当に急なお話、まあ、あの地球もなんか本当は丸いんじゃないんだっていう説が出てきてるけど、急なお話やらもう本当にあっと驚くぐらいにね、今何がっていうことをまたこれから続けて伺いたいと思いますので、今日もまたありがとうございました。勉強いたします。